ドローンクエストウォーク！はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドロケウォークのガチャを引いていきたいと思います。今回引くのは、はい、デスタムーン遊びガチャをやっていきたいと思います。これについてはですね、まあ、今回無料の配布チケットがありますので、それを使いたいと思いますが、まあ、今回はですね、このガチャについてはですね、ジェム投入して40連引いて、ピックアップ武器2つ、頭1、上2というですね、まあ、なかなか凄まじいですね、結果が出ております。ちょっとね、イベントポータルを見ていきましょう。イベントポータルなんですけれど、まあ、ちょっと2500のところまで来ました。まあまあ、これは、まあ、あまりガチャとはね、関係ないんですけれど、まあ、とりあえず、今の進捗状況、こんなところですね。まあ、ドラクエ6イベントはね、もうほぼ、まあ、完了してるかなっていう感じですね。まあ、自分の中ではね。まあまあ、でもとりあえず、やっていきましょう。はい、今回、デスタムー装備ガチャね、イベント、ミッションクリアかな。まあ、それで、10連分いただきましたので、まあ、これをですね、まあ、メインのガチャとしてやっていくところでですね、まあ、ちょっと引きかけましたけれど、はい、その前に1日1回無料の、CM 付きの、単発ガチャやっていきたいと思います。はい、というわけで、ちょっとね、CM が始まらないので、もうカットしましょう、CM をね。はい。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。行きましょう。銀色宝箱スタートならね、もうすぐ終わります。はい。すぐ終わります。ということで。ということで、まあ、あまり流れはよろしくないと思いますけれど、まあ、とりあえずやりましょう。はい。いつもならね、まあ、週の前半なら、ボーナスダンジョンでちょっとね、流れを、まあ、変えたいところなんですけど、まあ、ちょっとそれもありませんので、はい、今回はもう行きましょう。10連サクッといきます。はい、デスタムー装備ガチャですね。お、金色宝箱がなし。しかも空の演出もしょぼい。あ、これはもう無理でしょうね。はい、まあ、たまにはこういうこともまああるでしょうということで、まあ、金色宝箱がね、最初からゼロだともうやっぱ厳しいですね。まあ、空の演出もね、今回しょぼかったですので、まあこんな時もあるでしょう。まあ、動画をね、見ておられる皆様には幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ。